今回は今年買ってよかったアイテムを紹介していきたいと思います。オクテットチャンネル。はい、ということでいつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤と、ムンと林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。また恒例の恒例って初めてじゃないの？あ、でも3人で喋るのね。そうですね。あれ、夏喋ったんだっけ？あ、この秋冬買ってだったっけ？前回はなんかパンツで話したんじゃないですか。そうだね。デニム、みたいな、そうだね。あ、はい、そうですね、そうですね。なんでお久しぶりですって久しぶり感はあんまりないけどでも YouTube でね、3人揃ってるっていうのは、ね、多分ね、はい、3ヶ月ぶりぐらいですね、はい、そうですね、うん、はい、というわけで、まあ、今年もね、放送される日が、31日なので、もう大晦日。はい、大晦日です。見てくれないと思いますけどね、大晦日。大晦日の8時に上がってね、はい、みんないろいろテレビ忙しいですからね、大晦日は。ありがとうございますっていうね。あ、でもね、お正月はね、多分きっと見てくださる方、そうですね、ごめんなさいでね。はい。なんで、まあ、今年も終わりということで、はい、今年買ってよかったアイテムね、それぞれ皆さんが紹介していこうかなっていう話だったんですけど、はい、まあ、今年、どうでした？そう。ですね。今年、今年はちょこちょこあるんですけど、まず一つは、ジムに通い出しましたっていう、うん、あ、はい、まあ、新しいことを始めた、うん、そうですね、はい、まあ、これが一番振り返ってみると大きいかなと思いますね、うん、一番習慣になってるし、はい、まあ、今週2、3回ぐらいは行きますしね。すごいね。はい、みんなからスタイルいい、スタイルいいってめちゃくちゃ言われる。さすがです。実は2年前でちょっと痩せてるんで、ね、うん、はい。まあまあまかないと思います。あともう一つは、銭湯。はい。まあサウナですね。はい、もうこれはセットです、ね。ジムからのサウナみたいな。絞りに行く2つですね。そうですね。ここが、まあ、僕の生活の中で一番なんか入ってきて、結局1年ぐらい続いてるし、多分今後もね、はい、続くと思うんで、まあそうですね、この2つが一番大きかったです。なるほど、はい、なんかアクティブな年です、ね、そうですね。安藤はじゃあ。僕はですね、今年はもう仕事の年ですね、うん、はい、YouTube でもね、その YouTube のおかげで、はい、もう何度かね、街で普通に声かけられるっていうね、奇跡的な体験を僕はさせていただいて、本当ありがとうございます。すごいですね。すごいですよね。はい、普通にね、セレクトショップで服見てたらね、オクテットチャンネルの林さんですかって声かけられたらめちゃくちゃ恥ずかしいですよね。本当に。誰だっけ。恥ずかしいと思って。でも本当ね、YouTube すごいですよ。いや、すごいね。頑張らせてもらいましたね。本当に。いろんなこと喋らせてもらって、うん。まあ、それが一番ですかね。動画編集僕あんまりやったことなかったんで、うん、結構頑張って勉強して、独学でいろんなアプリ買ってみたり、うん、なんかソフト買ってみたりってやって、でまあ、もちろんその合間にね、合間にというか、まあ、それと一緒に両立しながら両軸で合間にって言ったらなんか僕普通の仕事手抜いてみたいな聞こえますね。それはまずいよね。それはまずい。どっこいどっこいで、はい、両立で、お店の方と、うん、あのお店一応店長にならしてもらったんで、うん、はい、やらせてもらってますという感じです。なるほど。林さんはどうですか。そうですね、僕はまあ、ちょっとずっとイタリアに毎年ね、こう行ってて、はい、去年は、2021年は、まあ、9月ぐらいになったらいけんじゃねえかなと、思っていたんですが、残念ながら全然行ける気配がないので、まだ行けないので、まあ、しょうがないなっていうふうに、ね、思いながら、やっぱり外に出る機会っていうのがね、ないから、自分でこう考えた、こうやっぱり、YouTube 出してもらってるんで YouTube 見たりとかね、そういう、 こう家の中でやってる時間がねすごく増えた、うん、気がしますね、はい、そういう時間が今までよりも、うん、毎晩
飲みに行っていたのが、まあ、今ちょっとよく飲みに行ってたのが、まあ飲みに行ってね、よくご飯食べに行ってたのが、あの、家の時間にね、変わったり、あと会社にいる時間が増えたりね、そんな中で、何かね、こう、服で面白いことできないかなってね、ずっと考えてる一年でしたね。まあ特に面白いことはできなかったんですけど、来年はあの、化粧品をローンチするってね、ことを、あの、すごい。うちの会社だけどね。はい、そうそうそう。はい。っていうのが、やっとね、まあ、どうだろうな、6月ぐらいにはなんとか紹介できたらいいなと思っております。なるほど。はい、楽しみですね。楽しみですね、はい。はい。そうですね。はい。ということで、ちょっと本題の方に行きましょうか。うん、今年、一番買ってよかったアイテムということで、じゃあまず若い順からいきましょうか。うん、はい、から、はい。お願いします。そうですね、僕の買ってよかったものということで、まあいつもっていうか、まあ、毎年こう買ってるものは間違いなく絶対はスーツなんですよ。うん、といえば、はい、スーツですね。けどちょっとまあどうなんだろう、視聴者さんから見てどうなのか分からないですけど、僕の中でちょっともうスーツを紹介するのがこんな日ぐらい逆に他でもいいんじゃないかと思って、はい、まあ、ちょっと自分の中でちょっとね、マンネリ化してるのもあったので、今日はそうじゃないもので、なんだかんだ振り返ってみて、うん、これ来たなみたいなアイテムを持ってきました、うん、っていう感じです。まあ、ちょっと1着目からいきましょうか。はい、こちらですね、ヘルノの、ハイブリッドダウンです。はい、人気でしたね、これね、うん、結構すぐになくなっちゃったアイテムかなと思うんですけど、うん、これは僕も来た瞬間にすごくビビッときて、うん、まあ、そこをゲットした、はい、そうですね、アイテムです。福屋の楽しみの一つ一番早いね、言ってました。まあ、でこれやっぱりさっきの話じゃないんですけど、まあ、結局こう僕の始めたことしかりで、うんうん、まあ、そこにある意味服もやっぱり反映されてくると言いますか、うん、なのでこのダウンはどっちかっていうと、その本当にジムに行くときだとか、うん、まあ、ジムに行くのにあたってその休日の中でジムを挟むとどうしてもまあスタイルがちょっとスポーティーな雰囲気になる、うん、そういう時に、まあ、ジャージでもいいんですけど、なんかこうね、もうちょっと街でも着れて、うん、もうちょっとこう品格もねあってスポーティーもっていうアイテムがありそうでないんですけど、このヘルノがね、そこがドンズバかなっていう感じでゲットしてましたね、うん、なんでまあこれ本当ジムでもよく着てたし、まあ、ちょっとゴルフとかもやってたんですけど、そういう時にも着てましたし、うんうん、っていうので、まあ、今はね、なかなか寒いんであれですけど、すごくね、よくお世話になったなっていうアイテムです。はい、なるほど。結構来ました。結構来ました。まあ、一応これで1000と行くぐらいと言いますかね。はい、うん、まあ、本当に、なんでしょう、下、まあ、大体 HIP のセットアップの、まあ、HIP のスウェット、うん、パンツが大体多くて、うん、でそこにスニーカー挟んで、でまあ僕インナーも白、黒、グレー、ネイビー、うん、このいずれかがほとんどなんですけど、うん、まあ、何着ても合いますし、うん、っていうので結構気兼ねなくね、サクッと着て、でまあなんかナイロンのリュックなんかを背負ってジム行ったり、まあ、その後にね、ジムの後にどっかスマートカフェとかも行けますし、うん、そういう意味ですごい使いやすいんですよね、っていう意味で本当によく着たなってアイテムです、うんうん、まあ、今でも全然コート上から羽織ったりっていうインナー使いも、ね、はい、できると思うので、うんうん、やっぱりハイブリッドダウンは使いやすいアイテムだなと思います、うん、実感した感じ、ね、改めて、そうですね、はい、っていうのはこちらです、はい、で、あとはもう一つ、これはちょっとね、意外かもしれないんですけど、まあ、本当に一番一番来たって言えば恒例になるな。パジャマ、パジャマ、パジャマ。あ、そうですね。家でももちろん確か寝る時も着てますし、はい、何かってシーグリーンのね、モコモコのセットアップです。うん、はい、これはあの半年前に展示会で見せていただいて、うん、はい、すごくいいと思って着たいと思ったんですけど、まあね、ゲットしてやっぱりね、まあ、おっしゃった通り部屋、うん、めちゃくちゃ着てます。はい、まあそうなりますよね。そうですね、はい、まあ、いわゆるワンマイルウェアってやったと思うんですけど、うん、はい、もうまずめちゃくちゃ気持ちいいし、うん、それでいて結構ミソはこのパンツなんですけど、うんうん、幅がねすごい細いんですよ、裾幅が、うんうん、これ本当にあまりなくて、
なんでライン形のシルエットっていうのがすごく綺麗ですし、うん、なんでまあちょっとこう可愛い感じとあと品がある感じ、うん、でただまあやっぱりリラックスできるっていうのがこれに関しては一番ですね、うん、なんでもう部屋に帰るとこれを着て、そうすると逆にオフの席に切り替えるといいますかね、うん、そういうまあ区切りもねつけやすいし、うん、そういった意味ではよく着たなっていうアイテムですね。はい、それよく着るよね。家で着るんだよ。なんだったら毎日着てるわけじゃないですか。ほぼほぼ毎日着てるアイテムなんで、ね、うん、まあまあこうスーツばっかり着てますけども、まあでもそういうモコモコとしたね、はい、あのフリース調のもの、モール調のもの結構よく売れましたね、うん、今年多かったですね、はい、でしたね、うん、全体的に他のブランドさんも多かったと思うんで、やっぱりちょっとこういう可愛いアイテムをね、うん、全然メンズでも取り入れていいかなと、うん、はい、思います、うん、っていうこの、両方とも、まあ、頻度が多かった2着かなって感じですね。はい、まあ頻度が多いってことはそれだけ、ね、そういうことですね、気に入ったということね、はい、うん、はい、確かに、はい、じゃあアンドは、僕はですね、うん、今これですね、着てるやつです、うん、はい、ナルディーニですね、うん、はい、まあ、ムンクちょっとカジュアルだったんで、僕はちょっとビジネスの方かなと思って、うん、まあ、大体毎年リースクさん紹介させてもらって、うん、あ、アンドまたデニムだなみたいな感じになると思うんで、まあ、今回はデニムじゃないぞというところを見ててやろうと思いまして、うん、ジャケットです、はい、で、ちょっと僕も今年、ね、どんな風に服揃えていこうかなと思ってた時に、一生もののアイテム揃えようみたいなのをちょっと考えてたんで、うん、もう本当にずっと着たいなって思えるようなやつがいいなと思って、うん、でラルディーニさんすごい好きなんですよ僕、うん、でディスクヤードさんと本当にどこどこぐらいに好きで、そのデザイナーさんのセンスだったりとか作りみたいなのはすごく惚れてるところがあるので、特にラルディーニらしいやつが、もうラルディーニっぽいやつがいいなと思ってこれにしました、うん、いう感じです、うん、はい、で、なんですかね、まあ、もう洒落てるじゃないですか。そうですね。そこは間違いないかなと思って、はい、まあ、いろいろ話せば、その細かいところあるんですけど、その生地だったりとか、柄とか、まあ、色の配色とか、もうすごい気に入ってて、ラルディーニさんの今年のテーマも、自然を結構意識してたんで、ブラウンとかグリーンとか。うん、まあこういうなかなかね組み合わせも難しそうな配色には、うん、渋いチェックですね、うん、見えるかもしれないですけど、うん、まあ、おじさんが来たらもうおじさんっぽくなっちゃうすごい例えだけど、まあ、まあね、はい、こうおじさんが着ずにこうアンドみたいな若い子が着るっていうのはね、いいですよね、うん、これを着こなすっていうのがかっこいいなと思うんですね、うん、まあ、確かに僕個人的には、ね、おじさん着てもすごいかっこいいなと思ってて、うん、まあその渋くなりすぎないように注意はしてほしいんですけど、うん、コーディネートがね、そうですね、大事になりますよね、間違いないです、チェックのアイテムとかね、はい、なんでそのあたりの自分のセンスだったりとかも問われるかもしれないですし、うん、まあ、そういった意味では使うのは面白いアイテムかなと思います、うん、はい、なるほどです、はい、はい、そうですね、まあ、僕今日着てるのを全部今年の秋冬と、まあ、春夏買ってよかったアイテムなんですけど、まあ、その中でもね最近買ったんですけど、これもムン君じゃないですけどほぼ毎日使ってるんで確かにそうですね、ブルードゥシャフっていうフランスのトートバッグですね、はい、本当に何の変哲もないトートバッグで、まあ、中もトートバッグってただ端を縫い合わせたカバンみたいな、はい、はいはい、イメージというか、まあそうなんですけど、本当にそんなもうドシンプルで何のこう触りもしてないバッグなんですけど、やっぱ革の質感がすごく良くて、はい、やっぱりね、なんか使ってて味が出そうだなと思うから、まあ確かに味出そうですね、はい、しばらくねちょっと使い込んでみようかなと、飽きるまで飽きるの男の人ってやっぱり思うんですけど、もう TPO に合わせてバッグを変えるとかしないですよね。まあですね、オンオフがせめてそのビジネスだったら、まあまあまあ、ね、はい、うん、そうですね、そのぐらいですよね、うん、ほぼなんか女性みたいにね、コーディネートに合わせてバッグが例えば10個あって、今日はこれだからこれみたいなことを、はい、もっと言うとそう財布も変えるじゃないですか女性の方は、はいはいはい、ね、
財布くぐってるけど、もう一回くぐってるけど財布は死んだ、財布1個しかないもんね、基本そうですね、うん、ですね、うん、なので、まあ、自分もね、あの、まあ、これと、まあ、ビジネスのものとか、ね、うん、集中業のリュックとか、そういうのはバリエーションはあるんですけど、やっぱこれ気に入りだすと、大体ずっと同じバッグを使っちゃうんですよね。はい、で、どっかで飽きるみたいなね。急にブームが終わる。そうそう。その中の、まあ、ブームをね、作ってくれた一着なので、はい、まあ、作ってくれたバッグなので、これは、ね、はい、あの、まあ、今年買ってよかったかなっていうふうに思ったりしますね。はい、買っていくの楽しみですよね。ね、そうですね。はい、で、あと春夏だとこういう白スニーカーですね。うん、はい、あのこれフィリップモデルの白のスニーカーなんですけれども、春夏だとこのモデルが、まあ、一番よく履いたかなと。まあちょっとね汚いんで、後であのそうしようかなと思ってますけど、はい、やっぱり白スニーカー、まあフィリップモデルだけじゃなくて他のブランドもこの春夏は結構ね人気になったかなっていうふうに。うん、そうですね、思ってて、はい、でまあ、自分の格好だとねちょっと冬はこの白を履いちゃうと今日はねあのカジュアルな感じでいいんですけど、普段の格好だとちょっと白のスニーカーだと軽くなりすぎちゃうんで足元、だいたいレーザー履いててもう久しぶりに履いたんですけれども、夏はこれが一番よくこう買ってよかったかなと思うアイテムでしたね。ですね、はい、出張行く時とかも結構履いてもらってましたね。そうですね、まあ、出張行く時も、まあ、結構履いてましたね、こう入りましたねっていうことだね。まあまあ誰でもそうだと思うんですけど、やっぱり展示会でね、あの見せていただくブランドの商品を身につけるっていうのはね、やっぱり基本で、まあやっぱブランドさんに対してもそれは失礼がないというか、僕たちあなたのブランドが興味がすごくあって素敵だと思っているから次の展示会も見せてくださいっていうことだと思っているから、やっぱりそのブランドの服を着てあの展示会に行きますよね。やっぱり。そうですね。うん、で、やっぱ、あの、自分、まあ、僕自身がね、バイヤーとして、その、新しいブランドを見つけたりするときは、100% 先に買ってますからね。買って、うん、実際自分が着てみて、あ、これだったらいいなと思って、やっぱり、こう、展示会に行かせてもらうみたいなことの方が多いんで、まあ、もちろんね、その、展示会場がいろんなブランドがあって、新しくこのブランドも、じゃあやりますっていうことはあるけれども、うん、新規のブランドを探すときは自分がやっぱり来て、あ、このブランドいいなと思って初めてやらせてくださいっていうことをね、大体声かけするので、まあそういう意味ではね、やっぱりよく履いてたっていうのはね、まあこの展示会にも行ってますからね、一緒に。っていうことかもしれないですけどね。はい、なるほど、はい。というわけでね、うん、はい、このちょっと気に入っているアイテムを紹介させてもらったんですけど、うん、はい、まあ、今年も終わりということで、ちょっと来年の、はい、テーマみたいな、うん、こんなところに注目してほしいよみたいなところをね、うん、皆さんにお伝えできたらいいかなと思ってます。が、うん、ムン君はどうでしょうか。そうですね、結構、まあ、壮大なんですけど、ね、いいですね、壮大なの大事ですよね。はい、まあ、そうですね、ちょっとまあ、あの春夏の直近の見と、次の春夏ですね。うん、で、まあ、僕がいつもセレクトしているこのゼニアとかスーツのシリーズで、うん、今回ね、春夏ちょっとジャケットをやろうかなって思ってまして、うんうん、で、まあ、あの今まで僕らが作ってたジャケットとはまた違う風な、ね、うん、提案をできたらいいなということで、まあ、本当にね、今日着てるアンさん、ラルティーニじゃないですけど、うん、こんな風にね、ちょっとイタリアの香りがするようなシャシャしたジャケットを作ろうかなと思って、本当に今、まあ、うん、型紙をね、また一から起こしてあの詰めに詰めてやってる段階ではあるので、うん、はい、まあ、これを一つね、ちょっと片隅に入れておいてほしい。で、それをやっぱりね、はい、たくさんの人に着てほしいですもんね。そうです、せっかくね、ムン君が作ったアイテム、はい、うん、お届けできれば多分4月とか、うん、まあ、こうやって動画で見せるのは多分それくらいになっちゃうかなと思うんですけど、うん、まあ、そのために今ちょっと頑張って肩を起こしている段階ですので、はい、ジャケットをね、もっともっと着てほしいなと思って、うん、はい、やっぱり僕はどこに行ってもこういったね、ドレスのスタイリングっていうのが、うん、まあ、一番男がかっこいい服かなとは個人的に思っているところなんで、うんうん、ぜひね、ちょっとそこを本当に片隅に入れてほしいなと思います。はい、ぜひね、はい、で、まあ、思い出していただければなっていう感じですね。なるほど。なるほど。じゃあ、安藤は僕はですね、うん、そうですね、
個人として、さっき言ってたみたいにその一生もののアイテムみたいなのがテーマにあるので、うん、それはちょっとお店にも反映したいなと思ってるんで、うん、この例えばなんですけども永久テーマみたいな感じで名品って言われるようなものとか、うん、まず青森さんの京都だったりとか、うん、ジャケットとか、はい、ネイビーコンブレとかね、うん、そういう感じのものもやっぱり男だったら欲しいアイテムの一つだと思うんで、うん、そのあたりには注目してほしいんですけど、もう一つはねカラーですね、色ですね、はい、昨年とか一昨年とかの展示会見させてもらってた時、うん、結構モノトーンな感じとか、うん、なんかダークトーンな感じがあって、うん、まあ、なんか世の中の流れとしても結構暗い感じのムードだったんで、まあそうだったのかなと思ってたんですけど、うん、今年行かしてもらったところとかは結構ね色が豊富にあったりしたんですよね、うん、はい、明るい感じのムードがまた戻ってきたなっていうのはちょっとね感じます、うん、なんでそのあたりはうちもちょっと率先して取り入れてるところもありますし、うん、でまあ、その色の中でも結構ねトレンドっていうのもあると思うので、そのペールトーンだったりとか、うん、あのニュアンスカラーって言われるものはまだ引き続き、流れとしてもあると思うので注目してもらえたらいいかなと。なるほど、はい、それをお店に反映すると。そうですね、お店にも反映してますし、うん、ぜひねそのワードローブの中にね、うん、やっぱり取り入れていただきたいなと思って提案させてもらうことが多くなるかなと思います。はい、はい、林さんどうですか。そうですね、僕はあのまあもともとこのチャンネルをね喋らせてもらう意味もよくお話してるんですけど、やっぱおじさんがねあのかっこよくなったら、うん、大きく言うと日本も元気にもっとなるんじゃないかなっていうふうに思って、こうおじさんがねどうやってやったらこうファッションに興味がなくなっちゃったおじさんがね、まあちょっと服たまには買ってみるかみたいなね気になってもらえたらいいなと思って喋ってる部分もあるんですけれども、まあそれだけじゃなくてね、やっぱりトップエンドでねファッショニスタとしてのこうオクテッドチャンネルというかね、僕たちのチャンネルもそうだし、僕自身もやっぱりファッションに関わる人間として、その一般的なねファッションの関わる人間としてではなくて、やっぱりこう皆さんに、ね、お伝えする自分たちが扱っている服を含めてトップエンドのファッショニスタとしての勉強というかね、やっぱりそういうスタイリングも含めて着こなしも含めて自分自身のそういうことがねもう少しできたらいいなというふうに思っております。はい、なのでまあ来年かどうかわからないですけど、まあ、WWD っていうね、まあ、あの、はい、雑誌がね雑誌っていうか、まあ、毎週送られてくる雑誌があったりとかね、はい、今 YouTube チャンネルとかもあったりするんですけど、はい、まあね、そこにね取り上げていただけるようなね、このなんだろうバイヤーこのお店このチャンネルすごいよねみたいなね、はい、全国的にあのファッションとして認めていただけるね、ファッションを扱う人として認めてもらえるお店だったりね、チームだったりまたチャンネルだったりね、できたらいいなと。いうふうに来年こそはとね、はい、思っております。頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。そうですね、が ね、まあ、まだね僕たちのチャンネルは、ね、はい、まあ、言ったら登録者数も1万人も満たないチャンネルなんですけれども、ね、やっぱり少しでもね多くの人に見ていただくためにもね、うん、それって僕たちがやっぱりねファッションについてやっぱり勉強してこう自分たちの着こなしがね内側からこう出てくるようなね形にならないと、やっぱり見ている方もなんだこいつ喋ってるだけだなみたいなね、もうペラペラだなみたいなね、やっぱりことになっちゃうと思うので、やっぱり僕たちの勉強が、まあ特にね自分の勉強がやっぱりねチャンネルをずっとやり続ける上ではね最も必要なことじゃないかなって思ってるので、まあそろそろねこれ1年半ぐらいやってますからすでに、そうですね、だんだんね、うん、あの枯渇してきてるんじゃないかと。いやいや全然大丈夫、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。たわつきないです。ああ、そうですね。なので、はい、まあ自分たちがね、はい、こう内側からやっぱりもっとこう、うん、まあ僕自身ですけど、内側からもっとこう、はい、ファッションについてね、やっぱりこうにじみ出るものを来年こそはね、あのこう醸し出していきたいなと、はい、思ってますね。でもっとね、街でね、やっぱね、声かけしてもらえるように。有名人みたいな。恥ずかしい。まあまあ恥ずかしい、店で声かけされても恥ずかしいのに。よくねあの YouTube チャンネル見てますいつもって言われるんですけど、それもまあまあ恥ずかしいですからね、 どのチャンネルですかみたいなね。ああ、あのチャンネルですねみたいな。ありましたありましたみたいな、ね、そういう会話ですけど、街中の声かけはちょっとね、いやでも羨ましいですね。
え、僕ら一度もない。え、なんでないんですか。かけにくいんじゃないですか。いや、わかんないけど。そういうこと。じゃあぜひ、あの、二人のね、見たら声かけしてください。まあまあ、あの、お店に来ていただければね、あの、三好店、ちょっとね、あの、愛知県の東部にね、ある場所なんですけど、車じゃないとちょっと行きにくいんですけど、車だったらね、来たら、あの、どっちかは大体いるんで、あの、二人ね、あの、必ずね、あの、どちらかに会えると思いますので、ぜひ、あの、お店まで来てもらえたら、嬉しいですし、街中でもしあったらですね、もしあったら、アンドさんとかね、ムンさんとかね、声かけしてもらえるとね、非常にね、面白いな。真っ青だから。でもね、来年はやっぱりもっとね、自分たちのチャンネルを見ていただく人を増やすためにもね、あの、僕自身、まあ、我々がね、ファッションについて勉強して、やっぱり自分たちがね、やっぱ好きなことね、気持ちいいことをやっぱもっとね、伝えれたらいいかなと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今年も1年間ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。